こんばんは。ひー疲れた。帰宅。こんばんは。リアルお話し会ありがとうございました。たこ焼きヘアです。こんばんは。たこ焼きヘアですよ。ちょっとなんかあんまりたこ焼きに見えないんですけど、今日は関西なのでたこ焼きヘアです。どうですか、ココアさんとお揃いなんですけど。服破れてるよ。違う、破れてない、繋がってる、頑張って言われると思ったから、対処法の返答を用意してきたよ。首の皮一枚で繋がってる。こんばんは。やばい、もうめっちゃ今帰ってきてもう死ぬほど疲れてる。にゃー疲れた。あーおーひー疲れた。寝てもいいよ、眠くはないんですよね。オールしたけどオールしてるけど眠くはない。いや、オールじゃないのかな、なんかオールっていうか寝てるけど、なんか深夜に寝て深夜に起きる超短時間睡眠を最近繰り返してて帰ってきました。でもさすがになんかちょっとなんかちょうどね、いつもショールームをするなんか11時から2時の間、深夜2時の間を寝てるから、ちょっと最近配信してないわと思って、うん、今日はちょっとどれだけ疲れててもするぞって思って帰ってきました。本当はねこのお話し終わった後にすぐ撮りたかったんですよ。この皮膚が引っ張られて痛いから。でもちょっとまあ見せるかと思ってこれで帰ってきましたよ。これで新幹線乗ったらね、なんかパセリからなんか写真、盗撮された写真が送られてきて、さ新幹線の椅子から、私が前に座ってパセリが後ろだったんですけど、新幹線の椅子からここだけはみ出てました。椅子からはみ出てた、この分かりやすい。でもね大阪駅はね、なんかユニバ帰りの人たちがいっぱいいたからあんまり目立たなかった。なんかカチューシャつけてる人とかいたから、なんか私も多分ユニバ帰りだと思われて、なんかサラピからはね、なんか迷った時の道しるべにされてました。これを見ればわかるみたいな。あっつココアちゃんは、ココアさんはもう終わった後速攻取って、あの普通の髪型になってました。なんで私だけこんなたこ焼き2つつけてきました。キャスケットしてなかった。いやこれ帽子かぶれないんですよ、この絶妙に高さがあるから帽子かぶれないんですよ。今はこれを撮ることが楽しみ、何よりの。皮膚がすごい引っ張られてる気がする。今日はリアルお話し会関西ありがとうございました。初めて部が上がって五部制だったんですけど、なんか大丈夫かなと思ったんですけど、意外といい感じにいい感じに楽しめてよかったです。ありがとうございました。いいですね、やっぱたくさんお話できるのは。なんか普段のオンラインがすごいたくさんあるから、部が5部でも短く感じるのはあれなんですかね、 STU が麻痺ってるんですかね。麻痺してるんですかね、どうなんだろう。お疲れ様です。たこ焼きに豚まんに初めてリクロおじさんを食べてきました。美味しかった。スペシャルのツーショットはいかがでしたか。なんかね今日
スペシャルイベント、その リリースの花は誰のもののスペイベもあったんですけど、なんかね8人が定員だったのかな、8人定員のなんかツーショット撮影会があったんですけど、なんか行ったら3人しかいなくて、あれ少ないなって思って、まあ3人と撮って、あなんか少なかったなって思いながら楽屋帰ってご飯食べてたんですよ。そしたらまた呼ばれて、あのもう一回行ったら5人遅刻してきて5人遅刻してきて、そんなことあると思いながら5人と撮りました。その後びっくり、リクロおじさんを食べている時にもぐもぐしてたら沖さんって言われて、はいって言ったら来たってみたいな、1人ぐらいが遅刻したのかなと思ったら5人全員なんか推しに似るんですかね。私は最近遅刻してないですけどね、まあ、遅刻してないっていうのもあれですけどそうなんですよ。何があったのか、でもなんか始まる時間が早かったらしいのもあるのかもおーポコがすごい、さっきポコに餌やってきました、帰った瞬間にすぐ餌あげて今走ってますねちょっとうるさいかもしれない今日はあと研究生の子たちが初めてあのお話し会、お話し会ってかオンラインの前にリアルが初めてなのかな、今回の研究生の子なんか5周年でのお披露目がなかったから、またどっかでちゃんとお披露目するのかなと思うんですけど、一足先に研究生も結構楽屋とかで打ち解けてた感ありました。なんかドラさんの時マジで全然喋んなかったけど、なんかコミュ力がコミュ力がとてもあるアクターズの研究生、みんなと喋っててなんか結構話しかけに行ったりとか写真撮ってたりとかして、私すごい尊敬したすごい、お写真いいですかって言って、みたいな、すごいすごいなって、まあまたいずれちゃんと、ごめんなさい、ちょっとポコ太郎が一回転しててびっくりしちゃいましたすいません、視界に入ってきて一回転してるのがえびっくりした、あれなんでそんな一回転するんだろう、聞こえました、なんかポトって落ちたんですけどそうなんです、研究生写真撮ったんですけど、ツーショットも撮ったんだけど私の携帯で撮ってなくて向こうの携帯で撮ったんですよね。なんかみんなとこうやって写真撮ってもらってもいいですかって言われて、一人一人こうやってツーショット撮ってたんですけど、なんかノアピがなんかノアピのカメラすごいなんかリアルだなって思って撮ってたら、なんか後からなんかすいませんノーマルカメラなんですけどいいですかって言われて、えノーマルカメラなんだっていう話をして、あやっぱその若いから加工とか多分お肌とかも綺麗だからいらないんだなって思って撮ってたんですけど、携帯は変えたばっかりで加工アプリ入れてないんですよって言っててびっくり、ショールームと LINE だけしか入ってなくてアプリが、そんなことあるって、私携帯変えたらすぐ加工アプリ入れるんだけどそんなことあるって、ノーマルカメラオンリー、いやーでもお顔がとてもいいですね私びっくり、ノーマルカメラで撮ってきました、多分ノアピのメールに載ると思います。ノーマルオキポしか勝たん、なんか外カメだったらノーマルでもいいんだけど、なんか内カメでノーマルはなかなかないな、なんか肉眼よりも何かが見えすぎるあらが、若いっていいなね、若いっていいよね。
私も若いんだけど、若さの加減が違うよね。そんな感じでございます。なんか何かとはなんかあら。ショールームはね、そのすべてのあらを隠してくれるんですよ。こんなに近づいてもお卵なんですけど、ノーマルだとねアラが見えちゃうんです。私のほくろとか、いろいろ見えちゃいます。クマありがとうございます。気になるわ。なんかちょっとポコ太郎、私今日朝早くてポコ太郎とあんまり関わってなかったんですけど、すごいなんか気になる。暴れまくってる。お疲れ様です。疲れた。いっぱい写真撮ったから、いろんなメンバーと明日からメールに載せます。結構たくさん撮ったんで、TikTok も撮ってきました。なんかストックがなくなったらしくて、私やりたい音源があったんで撮ってきました。お楽しみに。よいしょ。お、タワーありがとうございます。りょうやさん、タワーありがとう。書きますか。すごいなんか動いてる。その後まで帰ってきたの。そうですよ、この後まで帰ってきましたよ。いつ頃アップされるの。なんかね、 TikTok はなんだろう、 TikTok 専用のスタッフさんがいらっしゃって、なんか広島の人じゃないから、一回動画を送って、撮った動画を送ったらなんか可愛く加工してくれるんですよ。だからそれ待ちですね。どんぐらいかかるのかわかんない。ノーマルカメラで撮ってね、ノーマルだけど大丈夫かなと思ってもね、完成された動画見たら意外に綺麗に写ってて、すごいなんか可愛くしてくれてるんですよね。まあそんな目を怪我したり顔細くしたりする加工ではないと思うけど、なんだろうフィルターっていうのか、なんか綺麗に、肌とか綺麗にしてくれ。よいしょ。少々待ってくださいね。何個か取ってきました。よし。りょうやさん、タワーありがとうございました。リアルお話し会もありがとうございました。また映画のおすすめ教えてください。ありがとう。見えるかな。ありがとうです。Thank you。 よし。ソラハにも久しぶりに会いました。いや、ソラハの舞台ね、見に行きたいねって話をしてて、まいちゃんとそのスケジュールが合えば見に行こうかなって思ってます。なんかすごい頑張ってるっぽくて、ソラハが今ちょっと楽しみ、行けたらいいんだけどね。どうだろう、5月後半から6月だからどうやろう。でも行きたいなって思います。そうなんですよ、久しぶりに。ソラハ今東京ずっといるから全然会わないんですよ。悲しい。ドラさんでも写真撮ったからちょっとまた送りますね。ツイッターにも載せようかな。ツイッターの方がね、ちょっと画質がよろしいんですよね。今日なんか配信してない間にこれをショールームで話そうと思ったことがいっぱいあったのに、ショールームすると忘れてしまった。忘れてしまったぜ。
なんだっけな、うん、ちょっと忘れましたなんかの話題のはずだったんだけど、いっぱいあってな、そう話題がね、何やったっけ、なんか今日朝新幹線に乗りながら何か思ったんよ、なんだっけ、多分めっちゃくだらないこと、くだらないことのはずなんだけど、うん、なんだ、食べ物、いや、え、うん、え、もやもやするわ、もやもやするけど、わかんないからもういいや思い出せてよかったら歌いますね、思い出せてよかった、うん、汗汗、今日も楽しかった、いろんな話ありがとうございました、こんばんは何かすごい異様だなこの髪型、よく見てもよく見なくても、久しぶりになんか髪巻いたんですよ、意外にいいですね、外巻きなんですけど、この角がないと仮定してもよくない、でも私毛量多いからな、これで角の分の髪の毛が降りてきたらすごいモハーってなる気がする、髪すいた方がいいのかな、でもすいたらすいたで私の髪はまた問題が発生する、この分の髪がないからまだなんかすっきりして見えるんですけど、え、外跳ね良くない、今度から外跳ねしよう、 Do 髪薄い方がいいな、やっぱ重くない、よきたこ焼きデフォやばいし、私禁じられたスタイルとかさ、公園でこの髪型しながらやってたらちょっと世界観がもう、なんかね、僕恋とかも可愛い髪型したいんですけど、なんか禁じられた二人でなんかすごいこれやってたらやばいじゃないですか、だからね、あんまり私髪の毛もそんな長くないから今結構何もできないんですよね、いつも真面目な髪型になってしまう禁じられたたこ焼きたこ焼き美味しかった、今日もらったやつ、大阪いいね、みかにゃんと LINE してて大阪行くよって言ったから会えるかなと思ったんですけど、今なんかみかな、ショーマンやってて、しかもその会場と今回の私たちのお話し会の会場が遠かったからダメだった、私ショーマンのことずっとわらまんかと思ってて、わらまん頑張ってって言ってたらショーマンだった、恥ずかしい今ね NAB さんがなんかやられてるよね、ミュージカルみたいな、で詳しく知らないからさ、ツイッターの情報でしかわかんないから、ずっとわらまんだと思ってたらショーマンでしたなるほどね、ショーとかけてショーマンね、ずっと連絡取ってるの、ずっと連絡取ってるけど大した話はしてない身のない会話を永遠してますボリボリ皆さん土日どうでした？楽しかったですか？私はコロナ明けで久しぶりになんかこうお仕事を連続でして日常が取り戻した感じがしますよ。
クマありがとうございます。3連クマ、123クマありがとうございます。よっこさん今日なんか久しぶりに会えたメンバーとかめっちゃいました。そのお互い療養してて会えなかったメンバーとか、ひなさんとかいけちゃんとか、うん、久しぶりに会えたメンバー、なんかさ、うちのおばあちゃんだけかもしれないけど、なんかおばあちゃんとかおじいちゃんって友達、その同年代のおじいちゃんおばあちゃんと話すときって、なんか病気のことを割となんかめっちゃ世間話で話すじゃないですか、自分の持病のことを。うちのおばあちゃんだけなのかな、なんかなんか持病をすごい、なんかうちはこうでねみたいな、なんかすごいなんか井戸端会議みたいな感じで話すじゃないですか。なんか今回なんかそういう感じで、なんか別に笑うとかじゃないんですけど、 なんだろう、なんか自分の症状を世間話みたいに話す、なんか会話で話してしまって、あってなんかこれかみたいな、なんか自慢とかじゃなくて、全然そういうのじゃなくて、なんかその共感、こういうことあったみたいな、なんかあったみたいな、なんかその感じ、なんかすごいね、あこういうことかってなりましたね。ちょおばあちゃんの気持ちが分かった。すごい、あれなんか早いな。ここがちょっとうるさいかも今日とて回っております。めっちゃ走るね。ポコ持ってこようか。皆さんもポコ見たいですかね。持ってくるっていうか、ちょっと待っててください。せーの、わあすごい、インしてた。よいしょ、ポッカー、あ、お水飲んでるわ。来るかな。はい、餌で釣るっていうね。今日のなんかすごいポコ太郎のことをね話してくれる人も多かったので。今日のポコちゃんです。ボールをあげます。見えるかな。今日のポコ太郎ちょっと太ったんですよ。見てください、このちょっと生後3ヶ月とは思えない、なんかずんぐりむっくり加減。え、遠近なのかな、遠くにしたらそうでもないんですけど、なんか近くで餌とかやってたら、あれなんかデブじゃねみたいな、うちのハムデブじゃねってわかんない、比較対象がいないんですよ、その他ハムを知らないから。あ、もう食べた、それとも入れた、ほっぺの中にね、丸くなった気がする。あかん、かわいいでしょ。今日のポコです。ポコのねかわいい姿を見せてあげたい。こうなんかちっちゃい輪っかを作ると、こっから出て、あ出てこない、あ出てこない、ここから、あれ出てこない、あれ上からパターンですか。これ、はい、はい、あれ、穴嫌いだっけ、はい、
来る、あ、来ない、お、来ない。反抗期ですね。ポコン、気分じゃないっぽいです。避けられた。ポコポコティー、そろそろ戻そうか、ちょっとかわいそうだ。じゃあちょっとさよならです、バイバイ、おやすみなさいって、うちのちょっと丸めのハムちゃん、さよなら、ごめんね、お帰りますって。あばよ。あばよ。いや結構ね、なんか愛着持ってくださる方が多くて嬉しいです、ポコ太郎に。なのでちょっと1日、まあ1ポコは無理かもしれないけど、まあちょっと3日に1回はポコちゃんを見せてあげたいと思います。1日1ポコ、1ポコ太郎。ちょっとね、こうやって一息つくんですよ。これね、別に眠くはないんだけど、なんでこんなしんどいかって言ったらね、なんかあのね、例えば自分がちくわだとして、ちくわの中にキュウリが入ってるとするじゃないですか。で、なんかその中のキュウリが中で折れちゃって、上と下がグワン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 なってるって感じ。真ん中が折れて上と下がグワン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 なってる感じ。まあ、要するに背骨が疲れたっていうことなんですけど、えらら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 、どんな例え。これね、ダンスの先生がよく言うんですよ。なんか上半身だけを動かすときに、まず自分がちくわだとしてみたいな。だからそれがなんか身についてしちゃった。すごい例えがね、面白いんですよ。自分がちくわだとして、中にキュウリを入れられたとしてみたいな。よくちくわとかかまぼこに例えられる、自分の体。梅先生の謎たとえ。わかりやすく言ってくれてるのかな。そんな感じでちょっと私も言っちゃいました。でも多分普通に背骨が痛いって言った方がよかった。いや、座ってたりとか立ってたり、あー骨がバギ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 バッキーです。アイスにもあります、バキバキバッキー。うん、斜め座りは良くないらしい。斜め座りよくやっちゃう。ちょっと体操座りにしよう、体操座りにしよう。これすごいさ、可愛いけど二の腕一番太いところで見えちゃうから、ちょっと腕が太く見えるか、隠そう。遅くなりたいですね。ヌーしか、ヌー、なんかアームウォーマー流行ってるじゃないですか最近。なんか流行ってるというか戻ってきたのか、流行りが。買いたかったんですけど、もうちょっと季節外れかなって思って、多分もう暑いだろうし、暑くなるだろうし、買ったはいいけどあんま着れなさそう。そう、流行りがね最近なんか逆流してる。ちょっと何年代とか忘れたけど、ちょっと昔の服がまた流行ってる。
可愛い子がつけると様になる。様になってたらいいけどね。最近コナンの曲よく聴いてるね。最近プレイリストずっとコナン。今日も映画の話とかいっぱいできてよかった。さすがや。アンピーともコナンの話しました。アンピー一人で見に行ったらしい。アンピーと見に行けばよかったな。ソラハをわざわざ2回見させに行ってしまったから私は。アンピー一人で見に行ったから、あ、私もアンピーと行けばよかった。アンピーは安室さん派らしいです。私は赤井さん派ですね。ちょっとそこは違いました。来年はピート、そうだね、ピート行けたらいいけど、ピートそこまで距離縮めれるかな。アンピーちいかわだからな、私にとっての。STU 安室派多そう。多いと思う。どっちかって言ったらそうかも。みんな安室の女にされてくんやな。うん、赤井さん派。赤井さんって男性人気の方がすごいよね。今日リアルお話し会でもなんか赤井さん好きな人が多かった。どっち派って聞いたら赤井さんって言ってた。はい、ぷえぷえ。もしかしたら来年は一人じゃないかも。私の赤井さんのモノマネでみんなを赤井さん沼に引きずり出そうか。了解。ガチャ。うまいですよ声真似。それ好き。本当似てるよね。なんで私の沖ゆかの喉から池田秀一さんの声が出るのか、シャアの声が出るのか、すごいこれね、自分でもびっくりとか言って全然似てなかったごめんね。個人的には結構女にしては60点ぐらいの出来なんだけど。実はそんなにかも、そんなにかもしれない。雰囲気です。ミラーボールありがとう、光ってるわ。記者の影響でコナンでなくチーカー見るようになったよ。チーカーはね、金曜日の私の楽しみ、毎週金曜日のチーカーは安否。44分、早いな。ちゃんとしっかり配信したいな。なんか疲れてない時になんかこう、なんか疲れてたらさ、なんだろう、なんか自分の中で会話が支離滅裂になるんですよ。本当に話のテンポが JK みたいな、もうすぐに別のことに興味が移る感じになっちゃうから、ちょっともうちょっと落ち着いて物事を整理して話がしたいんで、一回ゆっくり寝たら多分そうなれると思います。多分明日とかにはちゃんと話してるね。今日めっちゃなんか JK 並みに話題変わってない。私なんか今日何話したかも全然覚えてないもん。汗ごめんね。だからさ、その話題についてコメントしてくれてるのに次の瞬間あのもう話題変わってたら。今日はごめんね。しまんね。
まあじゃあちょっとね45分だしね、このたこ焼きヘアをね崩してから終わろうと思います。私ももう肌が引っ張られそうで痛いので、結構ねピンがいっぱいあるんで、剥がしながら一本一本1ピン、これを剥がして最終的にたこ焼きを食べたという体でシュン。今日メイクさんがいたんですよ。今日は制服でお話し会だったので、普段のなんか私服の時はあの自メイクなんですけど、今日はね衣装だったのでメイクさんがいてくださってこれはねやり方はあのここのここに髪の毛を集めてきて、コテで巻いて三つ編みしてぐるぐるぐるです。だからすごいことになってます。一回巻いてるかもう形状記憶です皆さん。これが形状記憶と言います。ぜひぜひ覚えてください。これはねもうストレートにしてもダメです、こうなりますこっちね、いたてててすごい。ちなみにこれね全然たこ焼きだと気づかれなかった、うん、チョココロネとかクマとか角とか鬼とか言われた。たこ焼きですよ。ココアさんがねなんかインスタ用にいっぱい写真撮ってたから、インスタ覗いてみてください。なんかインスタ用に映える感じで撮ってってマネージャーさんにお願いしてました。多分もう載ってるんじゃないのかな、ちょっと撮れないんだけど、撮れないんだけど難しい。なんかピンは刺さってるの分かるんだけど、どうやって撮るのか。むきちゃんインスタやらないの？むきちゃんインスタはね今んとこはやらないかな。あ、このあと何本か、うわ髪の毛抜けた今、うん、なんかすごい大量に抜けた気がする。いでー、私の貴重な毛根が。形状記憶型すごい髪型。ちょっとミサミサっぽくない？デスノートのこれ伸ばしたらハーフツインがめちゃめちゃ髪長かったらミサミサの、なんかミサミサこういう服着てない？着てないっけ？なんかああいうなんていうジャンルかわかんないけど可愛いよね。これね取ってもね、ゴム取っても形状記憶されてます。あー痛い、もうダメだ、いない、痛い、もう私ポニーテールねあんまり好きじゃないのもね、こういう痛みに耐えたくないからなんですよ。だからポニーテールがトレードマークのメンバーってすごいなと思います。痛い、悲しい。ゴム切らないの、うん、ちょっと根元近すぎてこっちタイプです。お、もうすごいよ、ゴム取っても形状記憶。皆さんこれだけ毛根にダメージ当ててる、このこのゴムでこうやってこうやってぐるぐるぐるってやられてます。あ、でもそんなにゴムとピン使ってない。 1,2,3,4,5,6,6 本、ピン6本とゴム2本。いれれれれ、よいしょ、よいしょ、すごいよこれ形状記憶。なんか角みたいになってません？あ、こっちはすんなりいけた。なんか羊の角みたいじゃない？羊の角、すごい。皆さん頑張ればね、あの毛根はここまで片付きますからね。あー痛い、このねこれをほぐすのもちょっと痛いんですよ。
皮膚がね、こう引っ張り上げられてた皮膚がこう下に下がっていく瞬間もちょっと痛いんですよね。優しくほぐしてあげないとね、こう皮膚をこう戻ってくれ戻ってくれって頑張って、うわすごいボサボサになっちゃった。ちょっとなんとか頑張って修正できないかな修正不可能なんだが、あ、いけるんじゃない。でこの髪を、すごいこんなねすごいこんなことになるんですよ皆さん。アイドルのヘアメイクって本当に命がけ。皆さんはこんなに頭皮を痛めれますか？すごい見て、すごい、え？何これ？台風出現してる。食品サンプルみたいになってる。すごい。パリコレみたい。確かに前衛的。でもなんか下に戻ってくるだけですごい頭皮が優しくなる。ちょっと恥ずかしいんで早くなんとかしますね。あ、めっちゃ楽なんだけど。よし、いけた。はい、すっきり。もう頭皮もすっきりです。あ、まだあるかも。こんな感じで毎日一人で撮ってます。ピンもっとあった。大丈夫かな。 OK グー、綺麗になった。確かに綺麗系になりました。いつものおきちゃん、そうですよ。後ろ見せて、いや後ろもうこのままですよ。うん、そんな綺麗に結んではない。はあ、こんな感じで皆さんに分解していく様子をお見せしました。ワクチンコーデ、それみんなに言われた。またワクチンコーデしてて、やっぱ3回目はこれ着ていこうかなと思います。コンタクト外しと髪型戻しは配信でお願い。めっちゃマニアックじゃない？アイドルのコンタクト外す姿見たい。でも私結構配信で外しちゃうんだよね。なんか目がしょぼしょぼしちゃって。コンタクト外しが好きなんです。趣味アイドルのコンタクト外し鑑賞ってなかなかのマニアじゃないですか。なかなかのマニア。もうコンタクトまで配信で外せたらもう12時過ぎた瞬間即ベッドですね。もうすぐ寝れちゃうね。舞ちゃんにコンタクト外されてるところみたい。舞ちゃんはねうまいですよ外すの。私はねもうただただ一点をずっとこうやって見とくだけなんです。見たらこうやってヒュッて撮ってくれます。すごいよね。私人のコンタクトとか絶対取れないんだけど、あの人はうまいですね。謎技術で、謎に培われた技術を駆使してます。そうプロなんですよ。この爪じゃなくてこの指のこの側面でこうシュッとシュッと取ります。今日仲良しでしたよ舞ちゃんと私。今日っていうのはあれだけど、今日仲良しでして、何したっけな、なんか仲良しでした。
初コンタクト何歳なんか覚えてる、12歳とかかな。今日はわっておかしい、今日も今日も、そうなんですよ。舞ちゃんのね、でもゴールデンウィーク中から結構あれかも、よく電話してるかもね、お互いちょっと暇だったもので。それが一番聞きたいんだが、でもね本当に大した話してないんだよね。何の話してたっけ、何の話してたっけ。分からん。でもあの TikTok とか見たりしてました、あの投稿したくて。どれをやるかみたいな。まあまた投稿されたら撮りました。あ、そうで TikTok 撮ってた、舞ちゃんと。でなんかあんまりもう本当にねすぐ撮りたかったから、あんまり踊らないやつ、あの ST がよくやってるやつ、パーグッとしたいわみたいな、これパーグッとしたいわ、ダダ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 ダ、歌詞がわかんない、あれすぐ覚えれるやつだから、これお二人でやりました。うん、投稿されるかな、どうだろう。お楽しみに。お、そろそろ男子読みましょうか。13位パパパンダさん、12位リュウキケンさん、ちょっと待ってね、11位中澤さん、10位下さん、9位タオさん、8位笹岡さん、7位ジェリーさん、6位ザックさん、5位白熊さん、4位がマッカさんでした。13位から今で皆さんありがとうございました。そして3位がヨウコさん、2位がトウトウさん、1位がリュウヤさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。リュウヤさんとはもありがとうございました。というわけで今日はリアルお話会ありがとうございました。土曜日はね、昨日はね岡山でフェスがあったりと、土日に会いに来てくださったりとか、いろいろとありがとうございました。またね公演とかねあればいいですけどね、ぜひぜひお待ちしております。ありがとう。皆さんも明日に向けて頑張ってくださいね。私はもう寝ます、疲れたので寝ます。皆さんも頑張れ、応援してるよ。うん。頑張れ、ファイト。地獄の1週間デュエル、城之内の真似、めっちゃ似てるんだけど。頑張れ、地獄の1週間デュエルスタンバイ。顎出てきた。今日ソロハに顎ないなって言われて、なんかちょっとショックだったんですよ。出してこう。ありがとう。